はい、皆さんこんにちは、アークです。今回は秋の味覚のさつまいもを使ってスイートポテトパイを作っていこうと思います。今回は大きく3つの工程に分かれていて、第1工程がスイートポテトを作る、第2工程がパイを成形して空焼きをする、第3工程がパイにスイートポテトを絞って焼き上げる形になります。必要な材料と動画下の概要欄に貼ってますので、こちらご覧ください。では作っていきましょう。さつまいもの皮を剥いて 1cm の厚みに切っていきます。1cm の厚みに切れたら水にさらしていきます。この状態で5分から10分置いておきます。10分経ったらこれぐらいに濁ってくるので水を切っておきます。水が切れれば鍋にさつまいもを入れていきます。そしてここにさつまいもが浸るぐらいの水を加えていきます。そして中火で沸騰させていきます。しっかりと沸騰してきたらさらに10分湯がいていきます。10分経てば一度火を止めます。竹串などを使ってすんなりと通れば火が入っているので揚げていきます。ここでしっかりと水を切っておいてください。しっかりと水が切れたら別のボウルに移してマッシャーなどを使って潰していきます。しっかりと潰せたらこれを裏ごししていきます。今回使う品種がシルクスイートっていう品種で、名前の通り絹のように滑らかな食感が特徴のお芋で、その滑らかさをより強く出そうと思ったらこうやって裏ごししてあげると滑らかさがさらに増していきます。鍋にバター、グラニュー糖、牛乳を入れて火にかけてバターを溶かしていきます。バターが完全に溶けたら一度火を止めて、先ほど裏ごしたさつまいもと卵黄を加えてよく混ぜ合わせていきます。材料がすべて混ざったら中火にやっていき、火入れをしていきます。この時焦げやすいので、しっかりとそこから混ぜるようにしてください。少しパチパチという音が聞こえたら火を止めて、こんな感じでポテッと落ちるようになれば OK です。バットやお皿などに開けて冷ましておきます。この時表面が乾燥しやすいので、密着ラップをしておいてください。このまま常温で冷ましておきます。冷凍のパイシートを10センチの長方形に切っていきます。そしたらここの2点を残して内側に切れ込みを入れていきます。切れ込みが入れられたら、これを折りたたんでいきます。ここはしっかりとひっつけるようにしてください。こんな形にできたら OK です。残りもやっていきます。全部できたらクッキングシートを敷いた鉄板の上に並べていきます。鯛を並べられたら卵黄に少し水を加えた塗り卵を塗っていきます。全面に塗れたら180度のオーブンで焼いていきます。オーブンで一度空焼きできたらスイートポテトを絞っていきます。こんな感じで絞れたら表面に塗り玉を塗っていきます。塗り玉が塗れれば表面に黒ごまをまぶしていきます。ごまをまぶしたら180度のオーブンでもう一度焼いていきます。オーブンで焼き上がったらこれを冷まして完成です。いただきます。スイートポテトの滑らかな食感とパイのサクサクっとした食感がとてもマッチしていて、今回はスイートポテトを少し甘めに作ったんですけれども、パイに甘みがない分一緒に食べることでちょうどいい甘さになって、とても食べやすいスイートポテトパイになっています。今回のポイントはこちら。さつまいもは水にさらしておかないと、自身が持っているアクなどの影響でどんどん変色していくので、さつまいもを切った後は必ず10分ほど水にさらすようにしてください。今回はさつまいもをマッシャーで潰したんですけれども、フードプロセッサーがあるご家庭はフードプロセッサーを使ってさつまいもをすりつぶしてあげると、後の裏ごしの作業が楽になります。さつまいもは繊維質が多い食材になるので、どれだけ細かくすりつぶしても裏ごしをしてあげないと口に繊維質が残って舌触りが悪くなってしまいます。成形したシートパイを空焼きした際に中央が必要以上に盛り上がってくるようであれば、空焼きが終わったあったかいうちに少し手で押さえるようにしてあげてください。塗り玉を塗るのは表面に綺麗な焼き色をつけるのが目的で、もし塗り玉がムラになってしまったり分厚く塗ってしまうと、その部分だけが焦げてしまって綺麗な仕上がりにならないので、塗り玉は薄く均一に塗るようにしてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも良かったと思われた方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。